こんにちは、カオルンです。本日もですね、ギターコード解説というところで Mr.Children さんのね、永遠やっていきたいと思います。皆さん頑張っていきましょう。今回やるところはですね、目玉のサビ、そして C メロ、最後にそれ以外のポイント解説やっていきたいと思いますので、今日もね、僕なりに皆さんに分かりやすいようにね、コツをね、掴んでいただければと思っております。それではまずはサビのフルから見ていこうぜ。さあ、それでは目玉のサビの解説いっていきましょう。サビのコード進行は2種類ございます。一つ目が C、 E、 E on G シャープ、 Am7、 Am7 on G、 D on G シャープ、 Fm7、 Dm7、 Em7、F メジャー7、 D on F シャープ、 E、 G、 これになります。2つ目もですね、途中までは同じになります。 C、 E、 E on G シャープ、 Am7、 Am7 on G、 F メジャー7、 ここら辺から変わってきます。 GC on E、 Am7、 Dm7、 F、 これになります。新しく出てきた Am7 on G、 この押さえ方はですね、 Am7 に対して普段のね、 Am7 っていうのは6弦をね、ミュートしています。ただ今回は G がね、ベースというところで、このね、薬指で6弦の3フレットを押さえていきます。普段の Am7 が、新しい Am7 on G が、そして次にストロークなんですけれども、ここはね、前回の動画で出しましたイントロ A メロ B メロ、こちらとね、全くね、出てくる内容がね、同じになります。確かね、 A メロ付近でね、出てきた短い長いの組み合わせ、これでね、できます。ただちょっとだけね、コツがありまして、2番のサビですね、ここの最後がね、ちょっとだけ違います。最後のね、途中、本当に最後の最後まではよく出てくる短いね、弾き方になるんですけれども、最後の F メジャー7、ここが出てきた時は上から下にね、下ろすだけ、これだけで終わりになります。そしてね、ちょっとビートを刻んでもらって、 1,2,3,4,1,2 時が行きって入ってきますね。あの C メロですね。ストロークの練習はですね、まずは左手はね、最初のね、サビの方で出てくる C のね、このコードで固定でいいですから、こっちのね、右手をね、とにかく練習するようにしてみてください。さあ、次に曲のね、アクセントとなります C メロをね、見ていきたいと思います。まずはね、フルから、どうぞ。さあ、 C メロのコード解説をやっていきます。 C メロのね、コード進行は2種類ございます。まず1つ目が F メジャー7、 G、 Em7、
Am7 Dm7 F C E これになります。2つ目が Fmaj7 G E on G シャープ Am7 D on F シャープ D D on E E on F シャープ最後に F。 ここでね、新しく出てきた D on E コード、こちらはですね E をベースにした D コードになります。普段ね皆さんが押さえる D コード、ここはね5弦と6弦をねミュートしています。ですが今回はね E がベースになりますので、一番上のねこのね6弦、ここはね E のね弦になるんですけれども、ここをね開放弦として鳴らします。もちろんね5弦も鳴らしてもらって大丈夫です。あとね2つ目に新しいものとしまして、その次に出てくる E on F シャープになります。これはね普段押さえている E コードに対して F シャープをねベースとした音になりますので、普段はねこのね真ん中の指、ここはね今6弦押さえていますが、このね E コードを弾くときは押さえないで開放として鳴らしています。ただ今回は F シャープがねベースとなりますから、このね余っている中指を6弦の2フラットに押さえることによって、この6弦は F シャープでなります。これでね E on F シャープを鳴らすことができます。さあ次にねストロークになります。こちらのねストロークの弾き方はですね、先ほど紹介したサビのね短い長いの組み合わせのうち短いのだけでね弾いていく内容になりますので、そんなに難しくはないと思います。全く同じなのでぜひやってみてください。ちなみに最初だけちょっとやってみると、もうねここまで来れば聞いたことあるストロークかと思います。ただしちょっとだけね難しいところがありまして、最後のね最後のサビ、ここに入る前までの D on E そして E on F シャープ F、 ここのところがですねちょっとだけねビートを刻むのが難しくなっています。刻み方がですね D on E ここで3ビート、そして E on F シャープ、ここで4回刻んでもらって、最後の F のところで1回だけ刻みます。そしてその後4ビートを2回繰り返して、その間はお休みとなって、最後にジャカンとシャーターをって入ります。やってみると、1、2、3、1、2、3、4、1、1、2、3、4、1、2、3、4、シャーターを、こんな感じになります。少しですねビートの刻み方がねあれ難しいと思うかもしれませんが、まずね歌わずにこのね口でねビートを刻む感じでねやりながら音源を流すってすれば結構ねできるようになりますから、ぜひね練習してみてください。全然ねここだけで数日ねかけてもらってもねめちゃめちゃ成長できますので、やってみてください。さあ C メロが終わりましたので、そしてね最後に今回ね今まで紹介できなかった永遠のね他のポイントについて少し解説をしていきましょう。まずね1番のサビが終わった後、この後にですね F メジャー7そしてね F マイナー7 A シャープという音ですね、そして A シャープ、このね3つのコードが出てきます。ストロークのね弾き方はですね今まで出てきた短い長いの組み合わせになるんですけれども、コードがねこう正波コードが2つ続いてて Fm7 A シャープ、この時はですねこの人差し指以外にはね押さえませんけど、その後に A シャープが出てきた時に他の残りの3本をね押さえていくという感じになりますので、ちょっとね難しいんですけどやってみてください。そしてねポイントがあと2つありまして、2つ目といたしましてラストサビのね終わりの弾き方になります。 1、2、3、4、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 1、2、3、4って感じでラストのねエンディングに入っていきます。難しいのがね最後の最後の F コードを弾いた後、この弾いた後に1,2,3,4 のねビートをね4回刻んでください。 1,2,3,4、1,2,3,4、1,2,3,4、1,2,3,4 でエンディングに入ります。
3つ目がね、エンディングの弾き方になります。エンディングはですね、最後ね、3回同じね、弾き方を繰り返して、そのね、一個一個の弾き方っていうのは、一番最初に出てきたイントロとね、全く同じになります。ただ、最後の最後のね、3つ目を弾いた時の、このね、E コードですね、最後の最後。このね、弾き方をね、がっつり強めに弾いちゃってください。ここのね、最後の最後、本当に最後。下から上に下ろすとき、この時にがっつりね、弾くことによって、実際のね、音源でもね、強くなっている部分なので、かっこよくね、終わることができると思います。以上がね、今まで紹介してきた中の、それ以外のちょっとしたポイントになりました。それではね、まとめいっていきましょう。はい、ということで、今回は Mr.Children さんの永遠のサビ、Cメロ、その他のね、ポイントのね、解説やっていきました。皆さん、いかがだったでしょうか？前回のイントロ、A メロ、B メロもね、合わせると結構なね、新しい内容あったと思うんですけれども、コツコツね、1日ね、1ポイントでもいいですからね、皆さんやってみてください。これがね、弾ければね、めちゃめちゃモテます。ということで、また次回のね、カオルの動画でお会いしましょう。見てくれてありがとう。バイバイ。